はい、本田太郎です。こんにちは、吉高大和です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はね、早速ですけど、はい、はい、あなたは、はい、感覚派ですか理論派ですか。はい、おという話、持ち込み企画ですね。はい、おをしたいなと。持ち込み企画です。はい、はい、したいなと思います。感覚派ですか、うん、理論派ですか、うん、もちろんね、炭火焼きの話ですね。ほう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 。私たちが話しますので、炭火焼き、感覚派ですか理論派ですかというお話をしたいなと思います。はい、はい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 。で、なんでねこれについて話したいかっていうとですね、はい、うなぎでも、うんうん、焼き鳥でもね、例えばうなぎの話だと、串打ち3年先8年焼き一生って言葉があるし、はい、はいはいはい、焼き鳥にもね、串打ち3年焼き一生って言葉があるんですよ。へえ、焼き一生、焼き一生、焼き一生、うん、はい、まあ具体的にその3年とか8年にね、なんか特に意味がなかったとしてもね、まあ、焼き一生って言葉は両方共通で使われるし、はい、ああそうですよね、うん、はい、まあそれだけね、焼きが難しいという話だし、まあ料理人さんとしてのね、心意気っていうか心構えかなと、そういうお話かなと思うんですね。はい、ただここで一個疑問なのは、はい、この焼きが、はい、何の熱源を想定しての話なのかなっていうのもあるんですよね。ああ、なんだかありますもんね、いろんな熱源が。うん、いろんな熱源あると思います。はい、実際に世の中にはね、はい、うん、例えばあれですよね、電気だとかね、ガスだとかね、電気、うん、はい、ただまあおそらくですよ、この焼き一緒って話はおそらく炭火焼きの話だと私は勝手に思ってます。おお、うん。我々にとって嬉しいです。そう、うん、はい。で、なんでね、まあその炭火焼きがね難しいかっていう話をちょっとすると、うん、はい。まあある、ね、料理人さんの本を読んでて、まあ僕が勝手にそう解釈してるのは、やっぱ炭火焼き、焼き物っていうのは要はね、火加減と焼き加減、はい、2つの変数があるから難しいんですよね。2つの変数、うん、これがおそらく、うんうん、焼き加減だけだったらこんなに難しくはない。ほー、うん、例えば電気とかガスが、炭火焼きより簡単なのはおそらく火加減が、はい、例えば3パターンとかね。ああ、そういうことっすね。数字で指定できる。今日、中、弱火、うん、みたいな。とかね、数字とかメモリで指定できる。ああ、要は火。確かに、そうですね。火の加減がほぼ一定なんで、はい、焼きの方に集中できる。ということだと思うんですよ。そういうことか。ただ、炭火の場合は、火加減、焼き加減の、はい、火の加減も、まあ、セッティングによっても違うし、はい、その日のね風の流れでも違うし、細かいこと言えばね、はい、まあ、仮に一定だったとしても、まあ、炭ってどうしても灰がかぶったりとか仰いだりするとね、火の加減というのは変わってくる。はい、その上に食材、焼き加減の方も当然食材の状態、はい、まあ、水分量なのか油分なのか形状、はい、尖ってる部分が多かったりとかつるっとしたものなのか、形状によっても変わってくるわけ、はい、食材の状態は毎日違う、はい、仮に1日の中でも違うわけ、さまざまな状況で同じ状況はないと、うん、その場で判断して、そう、はい、その場その場で、で特にね、ヤマトなんかライブ、音楽のねライブやってると思うんで分かると思うんだけど、はい、まさにその、はい、お客さんのね、ノリとかね、お客さんからのこうフィードバックでね、はい、まあ、歌い方だったり MC だったり変えていくと思うんですよね、うん、
ですね、うん、もう毎回お客さんが変わるたびに空気も変わるし、うん、みたいな、合う曲も反応も違うし、うん、みたいな、まさに似てますね。まさにその炭を使われる、焼き鳥焼き焼き師さんっていうかね、焼かれる方って方って、はい、まさにそんなライブをね、うん、毎日繰り返してるんじゃないかなと思うんですよね。です毎回ライブですね、うん、毎日がライブだと思うんですよ、うん、食材のね状況とかね状態に合わせて、だから焼き師匠みたいな、うん、だと思うんですよね、うん、ああ決まらないっていうかね、うん、奥深いですね、めちゃめちゃ深いと思いますね、焼きっていうのは。ああなるほど、常にあれですね、うん、はい、なんで、まあ、その本はね、料理人さん、日本料理の方の本を読んで、まあ、焼きって難しいし、まあ、焼きが難しいのはね、火加減と焼き加減があるからだっていうことが書いてあって、で確かに日本料理もね、はい、煮るもの炊くものとかさ、蒸すとか、まあ、水分を使うものとさ、水分を使わないもの、はい、炒めるとかさまあ焼くもそうだし炒める、はい、あとなんかちょっと出てこないけどさ、7つぐらい調理法があるんだけど、その中で、はい、焼きがやっぱ別格に難しいって書いてあるんだよね。そうなん、それはやっぱり火加減と焼き加減ですね。これが確かに今の話本当にコロコロ変わるから両方変えないといけない。あれですね、カメラのマニュアルモードみたいな感じですね。ちょっと分かりづらいか。やってる人は分かると思う。俺もやってるから分かるけど、やってない人は全く分からない。分かんなかったかもしれない。説明が難しくなっちゃった。うん、はい。で、またちょっと話は違うようだけど、一般的にさ、一般的にイメージとして、超感覚派だと思ってるのが、はい、絵画の世界というか、アーティストさんの世界だと思うんですよね。はい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 、で、まあ、たまたまニュースで見たんですけど、はいはい、絵描きさん、絵描きさん、うん、はい、もう本当に感覚派っていうかね、感性派っていうか、もう感情のまま描く、うん、もうイメージあります、イマジネーションを形にしていくっていうだけかなと勝手にイメージしてたんだけど、はい、まあ、最近はそうでもない人が多くて、特にまあ世界でね、そう、はい、世界で活躍される方とか、はい、うん、はやっぱりベースとしてね、学校出てるとか美術大学を出てるとか、理論をねちゃんと学ばれてる方が多いという。そうなんですね、うん、ちゃんとやってるんですね、話があってね。仮に感覚派と見えど、実はちゃんと理論を、旗から見るとね、うん、ちゃんとベースにそういう理論を持ってる、はい、方が増えてきているということなんですよね。増えてるんですね。へー、うん、なんだかな。そうだから、まあ話を戻すとさ、おそらく焼き鳥屋さんとか、まあ、うなぎ屋さんとか、まあ、炭火を使われてる方は、まあ本当にね、同じような職人さんというか感覚派な方が多いイメージですけど、はい、まあ、比較的ね、どうしてものが焼けるのかっていう理論の部分がね、今結構分かってきてはいるんでね、ちゃんと科学が発達してるっていうことですね、うんうん、なんでね、まあ感覚派なのか理論派なのか別にどっちでもいいと思うんですけど、はい、最初のうちはね理論結構勉強されるといいんじゃないかなと、はい、私は思ってます。そうです。うん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 。なんか結局なんか僕は自分で感覚派だと思ってるんですけど、うん、まあ、例えばちょっと音楽になっちゃうんですけど、うん、感覚で音楽始めてるけど結局単調になっちゃって、うん、学ばなきゃいけない機会みたいなのが絶対出てきて、ね、うん、やっぱ一度こう理論派に手を理論の方にもう手を出していくというか、うん、そういう時期って絶対来ると思うんですよ。うん、だからそう切り替わる瞬間、うん、まあ、両方をこう、うん、ハイブリッドにしてみたいなのは、やっぱどのジャンルにでもあるんだなって今すごく思いましたね。うん、そうだよね。まあ、そういう学びの、ね、タイミングが最初にあるのか途中にあるのかは分からないけど。ですね。うん、
結局学ぶんだったら後から最初に学んだ時とかスピードは速いですもんね。スピード初速は速いと思うし、はい、まあ仮にね途中でダメなら学び直せばいいだけの話だし、ああ、うん、最初からやっといてね別に損はないかなと。ですね、ああもう俺はね最初からこう感覚化でいくんだっていうんだったらまあ別にそれはそれでいいと思うんですけど、はいそうですね、まあ、例えばお店やられてるとかね、スタッフの方がで、はい、新しいスタッフの方ができるとか、あと同業者とね、うんうん、勉強会するってなったら感覚派だけじゃどうしてもできない部分はあると思うんですよね。教えれないですね。そういつか言葉にしなきゃいけない時は来ると思うんでね、言語化をしっかり、うん、はい、まあ、学びっていうのはね感覚でやったとしても、まあ、教えるって立場になると感覚派ではいられないんでですね、うん、どうしてこういう火加減になるのかとか、うん、このタイミングはなぜここなのかとか、うん、なんでねちゃんと説明できないとダメですね、うんうん、教えれないですね、うん、まあ、どうせやるならね、はい、最初からやっていた方がいいんじゃないかなというのが私のおすすめです。はい、はい、うん、でまた一方でね、本当ベテランの方、はい、もう本当炭火焼きやって始めてね50年とか60年とかって方だったりね、はい、うん、あとはもう本当調理をもうお客さんの前でやってる毎日がライブのような料理人の方は、うん、はい、どの道ね最終的には絶対に感覚派になっていくんですよね。うん、まあ、特にベテランの方であればね、やっぱり日々繰り返してると、まあ、武道なんかもそうですけど知識っていうかね頭でね考えてることってやっぱね本番では出ないですよね。確かにそうですよね、絶対体に染みついたもの無意識の状態で、はい、しかもう本番では出せないと思うんですよね。確かにそこまで考える時間もないですもんね、うん、もうとっさですもん、うん、瞬間だから、うん、生もんだと思う、うん、はい、なんでね、まあ、いずれね、まあ、ベテランになっていくはそうだし目の前でねお客さんが焼くってなったら、まあ、いずれねもう感覚には感覚派には絶対なるんでですね、うん、であればね最初のうちから最初のうちは、まあ、両輪でね、うん、日々の繰り返しと、まあ、理論をね両方やってた方がいいんじゃないかなという、はい、ですね、染み込ませといて、うん、本番で、うん、去って出てくるように発揮し、うん、発揮できれば無意識の状態でも出せるというぐらい、はい、いいんじゃないかなと思ってます、うんうんうん、そうか、最終的には感覚派確かに腑に落ちましたね、絶対になります、はい、ですね、どんな分野でもなると思います、はい、ですですです、ただ途中で理論はおそらく必要だと思います、うん、絶対ぶち当たりますね、ああ、そうそう、はい、まあ、なんでちょっと長くなっちゃったあれなんでまとめますと、はい、まあ、一般的にもね感覚派理論派っていう話があると思うんですけど炭火焼きにもねやっぱりあるんですよね、うん、うん、で当然ねこういうチャンネルをやってる以上私としてはね理論も大事にしてほしいなというお話でした、はい、ああ、これはめちゃめちゃあれじゃないですか、うん、納得いく人多いですね、うん、絶対、はい、なのでね今後ねこのチャンネルでもね回数としては少ないと思うんですけどちょっと理論的なこともやっていきたいなという宣言でもあります、はい、はい、という楽しみにしてます、うん、ということで今日は以上になります。はい。また来週。皆さんで、うん、はい。皆さんで理論派になっていきましょう。はい、感覚とハイブリッドで、はい。またですね、うん。来週お願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。また。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。